私は荒れ狂う歯並びがコンプレックスだった当時28歳の主婦、アラサーで歯列矯正を決意し動画で記録し続けてきました。私の整形並みのビフォーアフターをご覧ください。抜歯は上下4本プラス親知らず。矯正の方法は表側ワイヤー矯正。2019年9月に装置を装着、歯列矯正スタート。歯列矯正の費用や痛みなどの詳しい話は固定コメントの再生リストから動画をチェックしてね。歯列矯正は人生変わるよ。